海地地方ウラジオスストクフルンゼンゼキー地区にあるロシア鉄道の駅シベリア鉄道の終着駅である。シベリア鉄道の東端の終点駅であり、プラットフォームの中央に、モスクワより9288ケムと刻まれた、石造りのキロポストが立っている。シベリア鉄道本線上を走る、近郊列車のエレクトリーチカや、生誕のモスクワへの長距離寝台特急列車のほか。 ナホトカ支線に分岐する列車等も当駅発着である。1893年に、ウラジオストク駅ウスリースク駅間が開通したのに、伴い、開業した。駅舎は、バジレーフスキーの設計により1894年に、竣工し、1912年に、コノバーロフによって、ネオロシア様式に改築され、古代ロシアの宮殿をイメージした、現在の駅舎が完成した。 当初は緑色であったが、1993年から1998年にかけて改装工事が行われ、クリーム色に塗り直された。改装工事はその水準が評価され、ロシア建築家同盟で表彰されている。待合室の天井には、モスクワとウラジオストクの観光名所がそれぞれ描かれている。2012年7月には、 同年9月開催の2012年ロシア APEC 首脳会議等より一足早くアエロエクスプレスが開業したがその後乗客数が伸びず同社は撤退ロシア国鉄が引き継いでウラジオストク空港との間を55分で結んでいるアエロエクスプレスの駅舎は蒸気の古典的な駅舎の横に新たに作られ新旧の駅舎が並存することとなった2010年に フランスのマルセイユ・サンシャルル駅と2015年に韓国の不山駅と姉妹駅協定を締結した。2021年4月23日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の2019年4月の訪問と金正日総書記の2002年夏の訪問を記念するプレート2枚が並んで設置された。島式ホーム3面6線と 単式ホーム1面1線の、計4面7線の地上駅。ホーム東側に側線を有する。駅舎は長距離列車、エレクトリー地下用とアエロエクスプレス専用の駅舎と2つ、分かれており、切符売り場も、駅舎別に分かれている。アエロエクスプレス専用駅舎のみ改札口が、設けられている。長距離列車、エレクトリー地下用駅舎は、改札口は設けられておらず、 ホームに自由に入ることが可能。また、アエロンエクスプレス用ホーム以外は駅舎を介さずにホームに入れる個選橋も設けられている。なお、両駅舎ともに入り口で手荷物検査が行われている。駅前の様子、ありがとうございます。